はい、皆さんこんにちは、かよまりのでございます。今日はですね、資格タイムスさんの、資格の掲示板みたいなところに投稿されていた、ちょっとお悩みに対して私なりにですね、回答していくみたいな感じで動画をやっていこうと思います。司法書士試験に挫折しそうですということで、ご相談者の方は、大学在学中にですね、1回受験を行ったんですが、もう全く司法書士試験ダメだったと。で、司法書士事務所に、就職して、現在は独学でですね、平日は2時間、休日は4時間、勉強されているそうです。で、モチベーションのいやですね、記憶力がもう低下してきたと。で、ただ仕事はね、非常に面白そうだから、頑張りたいですというような、そういった趣旨の質問でございました。で、これに対してね、スケジュールを立てたり、メリハリつけたり、自分のペースで、ね、やっていきましょうみたいなコメントが、散見されていたんですけれども、これに対して、ちょっと私なりにですね、同じような境遇の方がいたらというところで、私なりのアドバイスというのをちょっとしたいと思います。で、まずですね、1つ目、独学で、勉強されているということなんですが、もうこれはですね、ダメです、無理です、受からないです。仕事しながらですね、勉強されている方でも、仕事しながら講座取って勉強してですね、やっと5回目6回目で受かるとか、そういう世界なんですね。なので、独学でですね、平日2時間休日4時間で受かるわけがないんですよ。もう8年9年10年コースですね、これ確実に。なので、まず独学というのをやめた方がいいと思います。で、まずね、独学っていうと、自分のそのペースっていうのがもう自分中心になってしまってね、結局モチベーションも上がらないんですね。講座を取ればですね、ちゃんとお金も払っていますし、それからペースメーカーっていうのができるんですね。講義とかもできて、スケジュールも立ててもらって、そういったところ、やっぱり労力使うところは使って、使いたくないところは予備校にね、お金払って、やってもらうっていう、そういう意味でメリハリってつけるべきだと思いますので、まず独学をやめましょうということです。そして2つ目、勉強時間がもう異常に少なすぎますね。平日2時間休日4時間は少なすぎる。で、平日2時間っていうのは、仕事量にもよると思うので、致し方ないところもあるんですけれども、それでも少ない。通勤時間中とかね、移動中、休憩時間全部ね、当てればですね、さらに 2,3 時間増やせるわけですから、このあたり頑張ってほしいなと思います。で、平日ダメだとしても休日ですね、これ4時間ってもう少ない。休日はさすがに12時間ぐらいはやりましょうというところでございます。休日何か他にやることあるなら別ですけれども、大学在学中に受験して、またね、司法書士事務所入ってるっていうぐらいですから、おそらくそこまで年齢ね、言ってる方ではないと推測されますので、言ってたとしてもですよ、休日はもういろんなことで周りに協力してもらって、自分は勉強できる時間をね、確保して12時間13時間勉強するっていうのがもう普通だと思います。はい、これはもう普通です、みんなやってますからね。そして、最後に3つ目、アドバイスするとですね、とにかく短期合格を目指していきましょうということですね。こうやってね、平日2時間、休日4時間、独学でやっていったら、もう10年かかっても全然、おかしくないんですね。で、やっぱりこう若いかどうかっていうのは分かりませんけれども、資格っていうのはね、資格試験っていうのはもう 2,3 年が勝負ですから、一気にですね、短期決戦で勝負仕掛けて、そして、資格を取るというのが一番いいと思います。本当に10年だらだらやれるも 2,3 年死ぬ気でやってね、あとの10年楽するという方が、私は一番合理的かなというふうに思います。とにかくですね、この司法書士試験なかなか受からない、もう挫折しそうだという方で、どれかに当てはまるんだったら絶対改善した方がいい。例えば独学をしてるんだったら、それはもう予備校通わなきゃいけない。働いてるから時間確保できないんだったら、仕事はやめなきゃいけない。そしてなんていうのかな、あとはもうダラダラやってる短期決戦やっぱやんないといけないですから、そういった、身の振り方っていうのは、どんどん変えていくべきだと思っています。私はですね、仕事していて、当然ですね、貯金もない中、わずかな貯金、本当100万円ぐらいかな、で、勉強をね、専念すると決めて、やっぱりやめたわけですね。1年目受かんなくて、2年目になって、もう貯金もないし、どうしたらいいか分かんなくて、お兄ちゃんからね、お金借りたりとか、オリエントコーポレーションでね、なんかカードのクレジット申し込んでね、なんていうかな、分割払いしたりとか、キャッシングとか、いろいろお金借りたりとかして、それでやってきました。それで今はこう、その 2,3 年を本当に死ぬってやったおかげでですね、この今はですね、本当楽しく、楽にってわけじゃないですけど、本当に充実して生きていますので、そういう形でね、資格
難関資格というのはぜひ挑戦してほしいと思っています。まあ、こういった話とか私の、ね、勉強のスケジュールとかそういうの全部ですね、書いたあの本が Kindle 本なんですけどあるので、ぜひですねAmazon プライム入っている方だったら無料で読めますし、そうじゃなくても300円とかで一番安い価格に設定してますので、ぜひそれを見ていただけていただければと思います。本当にね、自分で言うの変ですけど参考になるような情報たくさん入ってますので、ぜひね、見てください。それはもう概要欄に貼ってますので、はい、でその他にもですねこのチャンネルでは司法書士に関する動画をいっぱい上げてますので、気になる方はぜひ見ていただければというところでございます。はい、そんな感じで今日は資格タイムズさんの掲示板に投稿されていた司法書士試験に挫折しそうな、方にお悩み投稿されてたので、そういった方に向けてですね、3つほどアドバイスさせていただきました。また何か気になることあればぜひコメント書いていただければというところです。今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。